6度目の正直で掴んだヒロインの座。カムカムエブリバディの3代目主人公の大月ひなた役を演じる女優の川栄李奈さん。3000人を超える中から4ヶ月もかけて4回もの選考会を得ているそうです。それでも諦めなかった川栄李奈さんのことがとても気になったので調べてみることに。ほぼ日本の文化とも言っていいほどの朝ドラ。そのヒロインになるのが夢だった川栄さん。あまちゃんを見た時からずっとそのモチベーションを持ち続けて、最初に受けたオーディションが朝が来たの時だったそうですが、トト姉ちゃんのオーディションの時にヒロインには落選してしまったのですが、脇役として朝ドラ初出演を果たしています。そんな朝ドラファンの川栄李奈さんですが、あの AKB48 の元メンバーだったのは有名。1995年2月12日生まれの現在26歳、神奈川県大和市出身で、両親と姉との4人家族、ご実家は神奈川県大和市でコリアン焼肉屋焼肉大和を経営されています。身長152センチ、血液型は O 型、ニックネームはりっちゃん。川栄李奈さん、なんと中学時代から学校内でファンクラブまであったそうです。そんな川栄さんが AKB に入ったのは2010年の高校生1年生の時で、芸能界に全く興味はなかったのですが、友達の誘いで軽いノリで応募したら第11期研究生オーディションに合格して、同年 AKB48 研究生シアターの女神でデビューすると、2012年にはチーム A に異動になって、シングル「真夏のサウンズグッド」で初めて選抜メンバーに入る出世ぶりで、最初に川栄さんを一躍有名にしたのは人気番組の「めちゃめちゃイケてる」の企画で、とんでもない個性的なキャラを見せつけて見事センターバカと呼ばれて大ブレイク。バイキングの水曜レギュラーになるなど、バラエティでも大活躍する人気者となって、2015年にAKB48 を卒業するまで5年間、おバカキャラで愛され続けた川栄さん。ところが、好か不好かというか、皮肉にもある事件が引き金となって、さらに人気に拍車がかかることになります。その事件とは、2014年に起こった AKB 握手会襲撃事件。ある握手会で、川栄さんと入山杏奈さんが、ノコギリを持った暴漢に襲われ、川栄さんは右手親指に裂傷と骨折を負い、入山さんも頭部に裂傷を負うという、一歩間違えば命の危険すらあるものでした。それがあって、直後に行われた選抜総選挙で川栄さんらを心配するファンの思いが、初の16位という思わぬ形となって、初のシングルの選抜に入ることになった川栄さんですが、それ以来彼女は握手会に姿を見せなくなってしまうのです。その上、今度はそれで思わぬ炎上してしまった川栄李奈さん。結局は2015年8月4日の公演で卒業することに。しかし、卒業を決断した本当の理由は、あの事件がトラウマになったからではなく、女優としての自分を優先したいという思いが大きかったからだそうです。実は、川栄さんは、本来は人前に出るのは得意ではなく、自分をうまく表現できないタイプでしたが、役を通じてなら、自分の思ってることを、素直に表現できたことで、お芝居で表現することの魅力にはまってしまい、女優として頑張っていきたいと思うようになった、というのが本当の理由だったようです。巡り合わせというか、連ドラ初主演の頃に、ちょうどあの事件に見舞われてしまい、迷っていた彼女の背中を押してしまったのかもしれませんね。それからの川栄さんは半端ない勢いで、トト姉ちゃん、僕たちがやりました。3年 A 組、イダテンと、次々と話題作のドラマに起用され、2018年 A が恋のしずくでは、初主演を務めるなどして、着実に女優としての評価を高めていくことに。ちなみに、
グループ時代のおバカキャラ自体、実は周りから望まれるように可愛いさんは演じていただけだったそうです。卒業後は事務所と相談して方向転換して成功しているのですから、その対応力に驚く以外ありません。彼女の自然な演技は業界でも評判となって、卒業生の中で最も成功した女優とも呼ばれるまでになったのも頷けます。なのにまたしてもすごいことをやってのけます。2019年に結婚及び妊娠を電撃発表したのです。気になるお相手は弱虫ペダルや私のホストちゃんなど、舞台を中心に活動している 2.5 次元俳優の広瀬智則さん。可愛いさんより8歳年上の方だそうです。2010年劇場版踊る大捜査線や2020年人気ドラマ半沢直樹の最終話にも出演されています。二人の馴れ初めは2018年の舞台カレフォンで共演したことがきっかけだそうです。現在はコロナ禍ということもあって舞台が主軸だけにかなり影響しているようですが、日本よりも中国で人気が高いという広瀬さん。とはいえ俳優としてはまだまだこれからの人、ある心配が周囲ではささやかれているそうです。それは卒業生の中でも数少ない勝ち組の可愛いさん。ちなみにある情報筋によると、彼女の推定年間売上は5億円以上と言われているそうですから、あくまで推測ですが年収は少なくとも1億円は下らないと思われます。一方の広瀬さんはといえば年収300万程度と言われていますから、その格差は歴然としていることから行く末が心配されているのだとか。しかもそれだけではなくて、広瀬さんには結婚直前まで本命の彼女が別にいたという話が出てきて、その際に可愛いさんが矢面に立って広瀬さんをかばったことで可愛いさんがバッシングされたという、そんな経緯もありましたから、何かすっきりしない感じではなかったでしょうか。火のないところにはとも言いますから、心配になってしまいますね。それなのに出産後の可愛いさん、リモラブでの連ドラに復帰する際に突如家賃30万円のところに引っ越しています。一体どうしてなのかというと、実は撮影中にカムカムエブリバディのオーディションが同時進行していたのですが、念願の朝ドラのヒロインを演じるのに集中できる自分だけの空間を持って育児と仕事を両立させるためにも引っ越したとまで言われています。それだけの執念の甲斐あって、見事に悲願の朝ドラヒロインの座をやっと掴んでいます。可愛いさんはこんなことを受かるまで受け続けようという気持ちでいて、今回も自分の全力を出し切って結果を待っていたので、受かったと聞いた時は信じられないほど嬉しかったです。私も周りの方々にパワーを与えられるように楽しく明るく撮影に臨めたらなと思っています。少しでも皆さんに笑顔をお届けできるよう精一杯頑張りますと意気込んでいるそうです。確かに可愛いさんの8切れんばかりの笑顔は朝にぴったりのように思えてなりません。それに朝ドラ満腹で同じように先輩の名女優安藤サクラさんをママとして初めて朝ドラヒロインに挑んだ力強い演技を見て研究しているそうです。リスペクトして謙虚に学んでいく姿勢こそ彼女の大きな原動力なのかもしれません。さて、いかがでしたか。あなたは可愛いさんのことどう感じましたか。求められているがままに演じることに集中する可愛いさん、育児で落ち込むこともあるでしょうが、それも芸の肥やしにしてほしいものです。そしていつまでも幸せな家庭を築いてさらなる高みを目指してください。陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。